もともとはですね、本当にその中学とかの頃に英語を習う時に、まあ結構英語は好きだったんですけれども、なんかその学校での習い方があまりにもなんかこう言葉とかけ離れててっていうか、私はもっとなんかいい英語の教科書書くんだとかみたいな感じで、それでなんか英語教育みたいなジャーナルとかを見始めて、そしたらなんか英語学っていうのがあるんだって言って、なんか英語文法とかそのちょっと古い人の書いたやつとかをなんか背伸びして買ってみては、おーって言って、そしたら言語学っていうのもあるんだってとかって言って、結局私が今でも専門にしている生成文法っていう、まあ理論言語学の一つで、アメリカのチョムスキーっていう人が始めたものなんですけれども、まあそれをある英語の授業の時に知って、でこれちょっと面白い、今までのと違うと思ってやり始めたんですけど。私がこちらに赴任したのが2002年で、でまあそれからもう15、6年とかなってくるわけですけど、まあその前にももうその前にこちらにおられた先生と結構共同研究とかをしてたので、まあ集中講義呼んでいただいたり、研究会呼んでいただいたりで、かなり何度も来てって、でだからまあもう私が赴任した時点では院生のうちのもう何人かはもうすごいよく知ってて、なんか初めからもうアドバイザーがいて、でその頃は言語学研究室の教員が5人いましたので、で私もまだ若かったから、急にこう一人っ子なんですけど、4人お兄さんができたみたいな感じで、ちょうどみんな5つぐらいずつ離れた感じで上にこういたので、もうとっても和やかで。ただ研究者になるって考えた時に、やっぱり本当に自分でこう新しいことが見つけられるぐらいの、まあ、ある程度の能力が必要だと思っていたので、それができるかなっていった時に、やっぱ理論だけ、まあ、言語学の理論もそうなんですけど、その物理にしても何にしても、理論一本やりで食べていけるほど、どうも自分は頭が良くないなっていうのにだんだん気づきまして。でそうなってくると、やっぱりある程度真面目にコツコツやって、それなりの成果が残せて、でかつその誰が自分の論文を読んだとしても、まあ、間違ってるか正しいかがはっきり分かるような論文がちゃんと書けるものってことで、まあ、そうすると理論が分かる実験屋になるのが、おそらく一番その自分がちゃんと分野に貢献できるかなっていうふうに考えるようになったんですね。理論で今言われてるすごくホットな話題を、本当にそれが正しいのか実験の方から検証するっていうのが多少なりともできてるっていうのは、非常にこう、まあ、自分で言うのもなんですけど、正しい進路の選択をしたなというふうには思っています。ここに来る前、順天堂大学で、まあ、医学部で助教をやってまして、なので教えてる内容をもう完全に将来お医者さんになる人向けに、まあ、その基礎系の医学の知識を教えるような講座に行って、で、まあ、講義とか演習もそういうことをやってたんですけれども、こっちに来ていざ言語学の教員になって言語学の授業をしなさいと言われた時に、僕自身が文学部出身で言語学の授業をずっと受けてきたわけではないので、まあ、かなり手探りな感じでこうやっていたんですね。でやっぱ見てると、かなりその興味関心が広い子が多くてですね、そのもちろん本人がやる内容は理論だったりフィールドワークだったりと僕とはちょっと違うことを専門にしてるんですけれども、やっぱその一応広い意味での言語学の一分野であるので、そういう実験系の心理言語学とか神経言語学とかっていうものにもかなり、まあ、少なくとも興味関心があるっていうのが非常にこう最初の印象に残った点ですね。英語の文法好きだったんですよね。英文法なんか、ほら、言葉が持ってる規則性、美しいじゃないですか。なんかこうパシッと、それに惹かれるね。
書写言語っていうのはその話されてる言語を写したものですから、まあ、いろんな情報が写生されてますよね。だから、まあ、こういうのを読むときも実際話し彼当時の話し言葉はどうだったのかっていうことを常に意識しながら言語学者は読みますけど、まあ、実際に話し言葉を調べるとやっぱり いろんな情報が詰まってるわけじゃないですか。特にプロソディと我々は呼ぶけど、アクセントとかイントネーションとかストレスとか、ストレスっていうのは強めですね。なんかそういうのはここには出てこない、でもそこがものすごく面白い。この人たちだんだん数が少なくなってるのでちゃんと調べないといけないっていうのがありますし、それから、まあ、自分の方言、まあ、博多というより福岡市の方言ですけど、それをちゃんと記述しないといけないなというふうに、まあ、かなり記述はされてますけどね、でもまだまだ不十分なところがあるので、それをちゃんとやらないといけないなと、まあ、みんなで方言調査に行ったりね、九州の薄木に行ったり、まあ今も行ってますけどね、特に下地さんとが引き連れて椎葉に行ったりね。言語人類学です。そうですね、まあ、人類学という分野は、まあ、人が生み出したもの、制度、芸術、遊びとかを通して、まあ、人というものの本質を探る学問です。で、言語もまたその人が生み出した複雑な記号体系ですよね。で、言語人類学はこの言語という、まあ、記号体系を通して、人とはいかなるものかというものを探っていく学問だと言えます。まあ、なんといっても現地調査が必須です。現地に出かけていって、そこで使われている言語の話者と知り合って、まあ、言語を学びながら記録していきます。体の部分とか親族名称、物の数え方などの、まあ、基礎的な語彙を取って、辞書を作ったり、動詞活用とか代名詞の変化とか、まあ、文法に関する規則を徹底的に調べて、文法書を作ったりもします。まあ、大体の場合、その少数言語は誰も記録したことがないので、まあ、辞書も文法書もゼロから全部自分で作ります。そうですね。私は琉球列島の言葉と九州や東北の方言を研究してます。で、この数年ずっと通っている宮崎県椎葉村というところがあるんですが、まあ、ここの話を今しますね。椎葉村は山深い集落で、まあ、日本三大秘境の一つなんて言われたりします。で、ここの方言には、ひとすべあという単語があるんですけれども、これは、めったに来ない外部からのお客さんが来て、子供たちがテンションを上げて、はしゃいで悪さをしたり、ちょっかいを出したりする様子。これを一言で、ひとすべあというふうに表現します。まあ、日本語にするともうすごく長くなっちゃいますけど、椎葉方言ではこの一単語で済みます。まあ、こんなふうに、まあ、文化に応じたその世界の切り取り方っていうのが、言語の表現一つ一つに現れてくるところが、まあ、この分野をやっていって、その面白いなと思うところですよね。そうですね。まあ、私のようにまあ不真面目でどうしようもなくて、まあ不器用でですね、そしてまあ神みたいな研究者であっても、まあ受け入れてくれる、まあ懐の深い学問ですね、言語学というのは。まあ言い忘れましたけど、まああるいはひょっとしたら気づいている人もおられるかと思いますが、まあ、私はまあ実は人間じゃなくて亀でして、まあ、亀界でまあ初めてまあ球団の教員になれたという記録を持っています。